ランボルギーニウラカンは、イタリアの自動車メーカー、ランボルギーニで製造されている、V10 エンジンのスーパーカーである。社名はスペイン語で、ハリケーンを意味し、直接的な由来は1879年8月に、スペインアリカンテで行われた闘牛の試合で、活躍した牛から名付けられた。アウディアール8は、エンジン、ドライブトレーン、シャシーが共通の兄弟車である。 2013年12月、約10年間にわたり生産された、ランボルギーニ最大のヒット作、V10 エンジンガイアルドの後継者種として、公式サイトで発表された。2014年3月より開催されていた、ジュネーブ賞2014にて正式に発表された。デザイナーは、アベンタドールと同じフィリッポ・ペリーに。特徴的なルーフのラインは、日本の折り紙から着想を受けたものである。 見た目は、アベンダドールに若干似ているが四角形のヘッドライト、サイドステップの小さめのダクトとを見分けやすい相違点がある。全長 4459mm、全幅 1924mm、全高 1165mm と、全高は、仙台、ガヤルドと変わらないものの、全長 159mm、全幅 24mm と、わずかに拡大されている。 エンジンは V 型重機等なエンジン。駆動方式は 4WD とがヤルドより踏襲。変速機はランボルギーニドッピアフリッツヨーネと呼ばれる DCT をランボルギーニで初めて採用した。アニマと呼ばれる走行モード統合制御機構を搭載させた。日本では2014年7月17日に発表された。LP610 から 4LP610 から4。 アビオ LP610 から4スパイダールーフを閉じた状態のフロントルーフを閉じた状態のリアルーフを開けた状態のフロントルーフを開けた状態のリアウラの車内 LP640 から4ペルフォルマンテ LP640 から4ペルフォルマンテ LP580 から2ローマ強行フランシスコ LP580 から2ローマ強行フランシスコ LP620 から2スーパートロフェオありがとうございます